ロシアの衰退が加速化する可能性が高いプーチン大統領の警告。ロシア産ガス価格に上限設定なら供給停止。ロシアのプーチン大統領が石油ガスの供給停止を警告。ロシアのプーチン大統領は9月7日、ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで演説した。プーチン大統領はロシアへの制裁を強める先進7カ国 G7 や欧州連合 EU 加盟国に対し、ロシアを孤立させることは不可能だとし、ロシア産の石油とガスの輸入価格に上限を設ける国に対しては供給を停止すると警告した。2日には先進7カ国がウクライナに侵攻するロシアの軍事費の資金源を断ち切るためにロシア産石油の輸入価格への上限設定を早急に進める方針で合意しました。また EU でも7日、フォンデアライエン欧州委員長がロシア産石油とガスの輸入価格に上限を設けることを加盟国に提案していたということです。プーチン大統領の発言の2つのポイント。2つポイントがあります。1つ目は、ついにプーチンさんはルビコン川を渡ったということです。越えるべきではない一線を越えてしまった。2つ目は、これがロシアの衰退を加速させるということです。輸入価格に上限を設ける国に対して、ロシア産石油とガスの供給を停止する、越えてはいけない一線を越えてしまったプーチン大統領。まず、ルビコンですが、戦争にはお金がかかります。お金がある国とない国では、戦争が続く長さが違います。例えば、パレスチナ問題では、イスラエルとアラブが戦いましたが、イスラエルもパレスチナも石油を持っていませんでした。そんな場合に、大国であるソ連とアメリカが集まって話せば、戦争は終わるのです。ところが、イラン・イラク戦争は、両方とも産油国ですから8年続いたのです。やめられないし、やめたくない。また、やめないだけの収入があるのです。仮に制裁を受けても、ブラックマーケットで原油を売るわけです。安く手に入るなら儲かるので、当然買う人たちはいます。となると、エネルギーを持っている国は戦い続けられるのです。いい意味でも、悪い意味でも。日本に近いところではベトナム戦争がありました。この戦争も長かったですが、ベトナムも中国からの支援を受けていました。エネルギーもしくは資源を持つ国は強いのです。しかし、そうは言ってもエネルギーは売らなければいけない。ずっとブラックマーケットで売るわけにもいかないので、純正のマーケットで売る必要があります。ロシアも当然のことながら生産量を増やして供給先を拡大し、ヨーロッパをロシアのエネルギーに依存させるためかもしれませんが、ノルドストリーム2のようなパイプラインを作り、欧州をがんじがらめにしようと思っていたところです。ロシアと経済活動をする国が減少する。西側と貿易ができなくなり、ロシアの衰退が早まるだけ。でもエネルギーは供給するという保証があるからこそみんな買うわけです。売るか売らないかわからないガソリンスタンドでは誰も給油しませんよね。言ったら今日はダメですというわけにはいきません。となるとロシアが供給しないかもしれないと言った途端に、ではお宅からは買わないよということに長い目で見ればなるわけです。それって本当はタブーであって、今まで東欧諸国に対し締め付けるために時々供給を止めることはあっても、こんな形で公言したことは私が知る限りありません。ということはロシアはルビコン川を渡ってしまったということです。これをするとどうなるかというと、先ほど申し上げた通り、ロシアと真面目に経済活動をする国が減るのです。途上国がやると言ったらそれまでかもしれませんが、西側の国々と貿易ができなくなったら、政治的影響力もなくなるし、先端技術も来なくなり、ロシアの衰退が早まるだけです。ついにやってしまったな、と思います。プーチンさんは今も戦争に勝つ気でいるのでしょうが、私はむしろ終わりが見え始めてしまうくらい間違った判断だと思います。しかし、
これ以上プーチンさんにできることはないでしょう。ないでしょうね。今も原油は売っているのですよ。みんながどれくらい安く買っているかは知らないけれど、中国もインドもみんな買っています。しかし、これが長続きするとは私は思いません。1年から2年は続くかもしれないけれど、ロシアの将来を考えたらいいやり方ではないと思います。とのご乱心ということですよ。このままだとロシアの状況が悪くなるので、今のうちにやってしまおうとロシアがウクライナを侵略した可能性も。ロシアの衰退が早まるとおっしゃいましたが、プーチン大統領は衰退することも分かった上でこのようなことを言ったのでしょうか。そうかもしれませんね。なぜ今回ウクライナに入っていったかということですが、ものすごくロシアが強くて何でもできて影響力があった時代は、むしろそんなことをしなくてもいいわけです。他国に侵入したり理不尽なことを行うのは、追い詰められている、もしくは将来の状況がおかしくなると思うからこそ、今のうちにやってしまおうと判断したという説もあります。戦略的な判断ミスでロシアの衰退が加速化する可能性は高い。私はこの説に考え方が近いのですが、プーチンさんの動きを見ていると、このままではロシアにあまりいいことがない、だったらまだ国力があるうちにやってしまおうと焦った。戦略的な判断ミスですが、そういう危険なものを感じます。これからロシアが衰退していくことを直感的に、もしくは肌で感じていて、最後の手段を使ったという見方もできないわけではありません。そういう意味ではプーチンの間違った判断によってロシアの衰退が加速化する可能性は高いと思います。プーチンの間違った判断との解析はまさにその通りだと思います。だが今のロシアであれば、大統領が変わってもまた同じような人物が出てくると思います。ロシア国内でも独立したい地域は多数あります。ロシアが安定して暴走しない国になるには分割しかないと思う。これは中国にも同じことが言えるが、広大な領土と資源を持つ国は権力者による方針によってとんでもない方向に向かうと思う。アメリカも他国から見ればジャイアン的な印象と自国優先を出してくるが、民主主義であるだけでやはり違います。これは意見は極端に分かれると思いますが、ロシアの今回の間違いは確定的であり、衰退の道しか残っていないとの指摘もそうだと思う。だがその暴走に付き合わされる世界もたまったもんじゃないですね。